混入 PC-1 は、混入レーシングが1972年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。フランスワミゴールがドライブした。イギリス人エンジニアのピーター混入が設計した、PC-1 はその特徴的なエアロダイナミックスや、コクピット前方に配置されたラジエーターなど、独創的なデザインで印象付けられる。PC-1 は当初モナコでデビューする予定であったが、 突然のルール変更で新たなシャシーを製造しなければならなくなり、チームはドイツグランプリへの参戦を計画したが、開催に先立ってオフィシャルによってレースへの参加を拒否された。チームはイギリスグランプリに参戦したが、リアサスペンションが役に立たないことが判明した。チームは徹夜で回収を行ったが、翌日の搬入時にアップライトにひびが見つかり、結局撤退した。 PC1 は、回収が行われオーストリアグランプリに参戦した。いくつかのエンジントラブルが生じたが、ミゴールは予選を再開で通過した。決勝は22周目にリアウィッシュボーンのマウントが破損し、コースアウト、リタイアとなった。PC1 は、その後、シーズン後半のワールドチャンピオンシップビクトリーレースに、デビッド・パーレーのドライブで登場したが、伝送系のトラブルで、 スタートできなかった。PC-1 はシーズン後にフォーミュラ5000に回収、シボレーの V8 エンジンが搭載された。ピエール・ソー・クリーとトニー・トリマーの手によって参戦に参加したが、ソー・クリーは2戦で決勝に参加できず、トリマーは1戦でリタイアとなった。ありがとうございます。